シナリオ読み込み型創作ツール、ハチへようこそ。アイテム番号、SCP-1310-JP。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。回収された SCP-1310-JP2 群はサイト、81の人型収容施設に保管されます。人型収容施設に SCP-1310-JP3 が出現した場合は CP-1310-JP よりログアウトさせ事情聴取後、記憶処理を施した後解放されます。SCP-1310-JP 内の SCP-1310-JP1 のリアルタイムレートは常時監視され、レートが大幅に変動した場合その時刻でのインターネットまたは緊急通報で収集された異常情報との相関性が調査されます。SCP-1310-JP3 状態の一般市民は発見され次第拘束され SCP-1310-JP より可及的速やかにログアウトさせ事情聴取後、記憶処理を施した後解放されます。また SCP-1310-JP3 の変異を目撃した人物に対しても記憶処理を施します。現在プロトコル、Fortitude-1310 が制定されており、ウェブサイト上にてランダムに SCP-1310-JP のデザインを模した軽度ウイルスを含んだアプリの宣伝を行っています。現在 SCP-1310-JP の製造元の特定が急がれています。説明、SCP-1310-JP は携帯端末で仮想通貨を取り扱えることのできるアプリです。SCP-1310-JP を運営している個人または組織の特定はされていません。利用者はユーザーネームと ID、パスワード、使用言語を設定することでアカウント登録が可能です。使用言語には複数の未知の言語が含まれています。複数のアカウントを持つ試みは失敗しました。SCP-1310-JP で扱われる仮想通貨、以下 SCP-1310-JP1 と呼称は現在世界で流通するどの仮想通貨とも存在が一致していません。SCP-1310-JP1 の単位は、です。SCP-1310-JP の異常性は SCP-1310-JP のインストールされた端末、以下 SCP-1310-JP2 と呼称のアプリ内で SCP-1310-JP1 を購入し、その価値が変動することで発現します。アプリ内で買われた SCP-1310-JP1 の価値の変動は SCP-1310-JP1 を購入した時点での価値を基準に、その利用者、以下 SCP-1310-JP3 と呼称の身体、または能力に影響を及ぼします。価値が投機した場合は SCP-1310-JP3 の体には利益とみなせる身体の変化、または能力の付与が発生し、下落した場合は不利益とみなせる変化が発生します。下落により発生する影響には加減が存在すると想定され、SCP-1310-JP3 に及ぶ影響はこれを下回ると SCP-1310-JP3 の消失という形で停止します。この場合 SCP-1310-JP3 は SCP-1310-JP1 の価値が自身が消失した時点での価値を上回ることで再出現します。また SCP-1310-JP3 は価値が投機したことによって身体へ付加された変化、または能力を完全に把握しておりそれらを自由に使用することが可能です。加えて付与された変化、または能力は SCP-1310-JP3 の任意によって消失させることも可能です。価値が投機することで付与される変化や能力の数は SCP-1310-JP1 の価値の投機によって加算されていき、重複して出現または使用できることが確認されています。これらの付与されたものはそれらが付与された時点での SCP-1310-JP1 の価値より下落することで随時消失します。SCP-1310-JP1 の価値の変動による影響は1分ごとに反映されます。現在事件 1310-JP を受けて SCP-1310-JP による実験は停止されています。SCP-1310-JP3 は SCP-1310-JP
JP からログアウトまたは退会することでその影響下から離脱し、アカウント設立前の状態へと戻ることが可能です。再度ログインを行うと対象への影響が再開します。SCP-1310-JP-1 をすべて売却した場合も SCP-1310-JP-3 の身体はアカウント設立前の状態へと戻ります。例外として SCP-1310-JP-3 が消失した状態でログアウトを行った場合 SCP-1310-JP-3 はそれ以降再出現せず、再度のログインはアカウントの凍結により失敗します。SCP-1310-JP は、友人が目の前で消えて再び現れた、という内容の SNS での投稿から財団のエージェントに感知され、消失されたとされる人物、以下対象と呼称、へのインタビューの結果 SCP-1310-JP が発見されました。またインタビューより、気づいたらインストールされていた、との情報が得られましたが、対象の端末を精査した結果 SCP-1310-JP をインストールした日時の情報は存在しませんでした。また端末の製造会社への調査の結果 SCP-1310-JP がデフォルトのアプリケーションとして導入されていないことも判明しています。実験記録、仮想通貨の下落の場合、の抜粋。対象の D クラスには事前に SCP-1310-JP にログインさせ SCP-1310-JP-1 を購入させた。実験記録 1310-JP-1 日付2000年月日。対象 D-23677。実施方法経過を観察する。結果 SCP-1310-JP-1 の価値が購入時の価値より下落。右目が消失した。出血は確認されない。分析 D-23677 は片目が消失したことによる違和感を感じていないようです。博士。実験記録 1310-JP-4 日付2000年月日。対象 D-23677。 実施方法経過を観察する。結果 SCP-1310-JP-1 の価値が実験記録 1310-JP-1 時点での価値より下落。実験記録 1310-JP-1での変化に加えて右腕が消失。消失面は皮膚で覆われている。出血は確認されない。分析。元からそうであったかのように消失した箇所が補正されるのですね。博士。実験記録 1310-JP-5 日付2000年月日。対象 D-23677。 実施方法経過を観察する。結果 SCP-1310-JP-1 の価値が実験記録 1310-JP-4 時点での価値より下落。実験記録 1310-JP-4 までの変化に加えて下半身と右耳が消失。 D-23677 は約 80cm の高さから落下した。消失面は皮膚で覆われており、出血は確認されない。D-23677 は落下による痛みを訴えている。実験記録 1310-JP-7 日付2000年月日。対象 D-23677。 実施方法経過を観察する。結果 SCP-1310-JP-1 の価値が実験記録 1310-JP-5 時点での価値より下落。実験記録 1310-JP-5 までの変化に加えて D-23677 は言語能力を喪失した。言語能力の消失による記憶の混濁と精神の著しい後退が確認される。実験記録 1310-JP-8 日付2000年月日。対象 D-23677。 実施方法経過を観察する。結果 SCP-1310-JP-1 の価値が実験記録 1310-JP-7 時点での価値より下落。実験記録 1310-JP-7 までの変化に加えて D-23677 は空間認識能力を喪失した。
実験記録 1310JP9 日付2000年月日対象 D236777 実施方法経過を観察する結果 SCP-1310JP1 の価値が実験記録 1310JP8 時点での価値より下落全身が消失したこれ以上仮想通貨の価値が下がっても何も変化は確認されなかった分析価値の減少による利用者への影響には加減があるのかもしれません。博士。実験記録 1310JP10 日付2000年月日。対象 D236777 実施方法 SCP-1310JP1 が実験記録 1310JP9 での消失時の通貨の価値を上回るまで実験施設で待機する。また SCP-1310JP2 の位置を実験記録 1310JP9 の位置より10メートル移動させる。結果、SCP-1310JP1 の価値が実験記録 1310JP9 での消失時の価値を大幅に上回る。SCP-1310JP2 付近より D-23677 が頭部から順次出現し膝で出現が停止した。消失前と比較し D-23677 に異常は確認されない。D-23677 は言語能力を取り戻している。消失していた間について D-23677 は、体が消えてから出てくるまで一瞬だった、と回答。分析。SCP-1310-JP-2 の位置を基準に消失と出現が行われるようです。消失している間の意識はないようですね。博士。実験記録、仮想通貨の投機の場合、の抜粋。実験記録 1310JP2、日付2000年、月、日。対象、D-23677。実施方法、経過を観察する。結果、SCP-1310JP1 の価値が購入時の価値より投機。D-23677 の身長が 4.8cm 伸びた。身長の変化による通覚は確認されない。実験記録 1310JP6 日付2000年月日対象 D-23677 実施方法経過を観察する結果 SCP-1310JP1 の価値が実験記録 1310JP3 時点での価値より投機実験記録 1310JP3 までの変化に加えて D-23677 の背中に翼のようなものが出現物理的に明らかに飛ぶことのできない形状と運動量だが D-23677 は実験施設内を飛び回った。また D-23677 は翼の動かし方について、生まれた時からついてるかのように動かせる、と回答。分析。付与されたものについてはあらかじめ身についていたかのように自由に使いこなせるようです。付与されたものが物理法則に従っていないというのは興味深いですが。博士。実験記録 1310-11 日付2000年月日対象 D-23677 実施方法 D-23677 に変化した部位を消すよう指示する結果 D-23677 は問題なくそれまでに現れていた変化を消失させたまた再び出現させることもできた分析出てくるメリットについては任意に出し入れできるようです確かにこのままの状態では生活に支障が出そうですしね。実験記録 1310JP12 日付2000年月日対象 D-23677 実施方法経過を観察する結果 SCP-1310JP1 の価値が実験記録 1310JP6 時点での価値より投機実験記録 1310JP6 までの変化に加えて D-23677 の知能指数が増加。IQ テストの結果185の数値がマークされた。分析、身体の変形より知能の向上が後に来るのですね。
SCP-1310、JP、またはその制作者による判断だった場合、知能の向上の方が価値があると考えているのかもしれません。実験記録1310、JP、13、日付2000年、月、日。対象、D、23677。実施方法、経過を観察する。結果、SCP、1310、JP、1の価値が実験記録1310、JP、12時点での価値より陶器。実験記録1310、JP、12までの変化に加えて D、23677は時間と空間に対する完全な認識能力を獲得した。テストの結果 D、23677は視覚外の紙に書かれた数字を言い当て、ストップウォッチを指示通り18時間のタイミングで正確に押した。実験記録1310、JP、14、日付2000年、月、日。対象、D、23677。実施方法、経過を観察する。結果、SCP、1310、JP、1の価値が実験記録1310、JP、13時点での価値より大幅に高騰。実験記録1310、JP、13までの変化に加えて D、23677の身体の変化、未知の技術と構造で構成された器官が形成。例としては、複数人に分裂、核融合細胞、水分を摂取せずに長期間生存、視力と歯の退化、1メートル G、M3 の骨格、量子力学的能、内部空間拡張肺、編集済み、などが確認されています。分析、これ以上の SCP-1310、JP-1 の高騰による実験は危険と判断します。SCP-1310、JP-1 の価値の変動と連動した SCP-1310、JP-3 の変化した身体の調査の不安定さと、突発的な価値の上昇による不足の事態に鑑みれば、これ以上の実験は必要ないでしょう。事件1310、JP、実験記録1310、JP、13の終了後、D、23677をアカウントからログアウトさせる直前に SCP、1310、JP、1の価値が、倍にまで高騰しました。これにより D、23677に異常性が発現、編集済み、と見られる現象を使用しサイト、81、から脱走しました。この際 SCP、JP を含む複数のオブジェクトの収容違反が発生し、人の死者を出しました。脱走した D、23677は SCP、1310、JP、1の価値の下落によりその異常性を消失、その後機動部隊によって収容されました。事案1310、JP、A、201に SCP、1310、JP、1の価値が大暴落を起こしました。これにより一般市民の他政界や民間大企業、スポーツ業界などの複数の著名人が、目の前で消えた、との報告が上がっており、また目撃情報のない行方不明者も確認されています。これを受け一部の消えた著名人の携帯端末を調査した結果 SCP-1310、JP がインストールされていることが確認されました。消失した人物の目撃者には記憶処理を施し、メディアには通常の行方不明であるとの情報を提供してあります。現在消失したとされる人物の携帯端末は人型収容施設に保管されています。事案1310、JP、A の時刻に、データ削除済み、が消失したことにより、データ削除済み、が SCP、1310、JP を利用していたことが判明しました。これにより、データ削除済み、は、編集済み、された後処罰の対象となりました。ほい。SCP-1310、JP のアップデートにより、アプリの共有、機能が追加されました。